フランさん、愛してれると遠いハートありがとう。ちょっと今日ボッサボサなんだよね。はい、とりあえずいただきますってことで、私は夜ご飯を食べます。もう前髪もボロボロなのでこんなことになってる。ほらもうひどいですね。流します。今日はディズ今日はお師匠だるまありがとう、バラチラクさんだるまありがとう、ケナさんはたれと、もうねヘトヘトなの。お仕事終わった後にまあとある場所に行って、とある場所でご飯は食べたんだけど、結構お腹空いたので食べますね。遠いバラありがとう、ハートもありがとう、高橋さんハートありがとう。ということで私は食べます。気持ちこれ、今日はこれ、なんか美味しそうじゃない。ふんわりサンチュのやみつきチョレギサラダ。だってね明日、え、ちょっと暑いからちょっと待ってて、だって明日あれなのよ、だって明日お渡し会なので、さすがにむくんだ姿を見せるわけにもいかないなと思うので、なんかね目標があればね、私だってねむくまないようにすることできるんだから。明日はむくんでる私を見られたくない日なのでこれにしましたよと。ご飯行こうとしてたなんて言えない。え、ドレッシングなくない？どこにあるんドレッシング。ヘイチョウさんハッタありがとう、お師匠さんだるまありがとう、ヨッチーだるまありがとう、ザワチとね、てかご飯帰りながらご飯行こうってくるちゃんとかと言ってたんだけどね、ザワチが私今日帰ろう、え行くってクレちゃんも言ってたんだけどね、ザワチが私今日ちょっと帰りますって言ったらクレちゃんも行かないって言ったので、私は一人寂しくご飯食べます。断られました。ご飯そりゃそう、みんなだって食べてたもん。あ、本当だ、私ドレッシング出してた、ここに入ってましたドレッシング、うねうね。ってことでいただきます。わあ、ドレッシングあった、ここに入っとった、よかった。いただきます。みんなはサラダ好き？私はちゃんと好きなんだよ、サラダは好きなんだけど、やっぱね高カロリーなものを食べたいと思っちゃうよね。最近さ、私ショールームさ食べ物しかと食べてない気がする。そりゃそうか、食べ物しか食べねえよね。え、ところでみんな TikTok 見た？あ、いただきます。お師匠さんだるまありがとう、はざおさんハートありがとう。ってことでいただきます。明日補助行ってこい、え、いびきも補助行きたい今年。前乗りなのね、だってね、人によります。私は今日東京でとあるお仕事をしていたので、今日の撮影はきっとみんなが好きであろう撮影でした。めっちゃ可愛かったよ。明日起きれるか心配？でもね、時は全然心配じゃない。だって今日もう東京来てる、プラス私は明日お昼ぐらいからなんで、
なんて褒められたら好きみたいな話になるじゃん。みんなはなんて褒められるのが一番嬉しい？お、なんだ、まだいつ解禁かわかんないんですけど、楽しみなんですけど、だって楽しみにしてて。もうね、うん、可愛くね、いい感じ。みんなは何て褒められる？輝いてるねって輝いてるね、頭。認められると嬉しいよ。むずくない？ないそれ。可愛いとか優しい？あーな、シンプルにありがとう。ありがとう大事。あ、おはようございます。あ、おはようございます。褒められるより呼び捨てされたい。はにゃ。フランさん、ハートありがとうございます。キリン、だるまありがとう。パサカルさん、タコさんありがとう。おしめにシンプルに大好きって言われて、あー言われるといいですね。あいちゃん、ハートありがとうございます。のぐひでさん、ハートありがとう。なんだと思いますか、逆にいぶきが言われて嬉しい褒め言葉。逆にね、なんだと思う。ルキはすっぴんでも可愛いんだね。え、待って待って、ごめん、めっちゃすっぴんじゃない私。今日バリメイクしと、気まずい。なんかごめんね。今日イケボだね。だってイケボだね。枯れてる、叫びすぎたんかもしれませんね今日。この DD とかだって、この DD とかって嬉しいの。何度かだからか声がちょっと落ち着いてる。え、本当？え、でもね、今日やっぱ自分でも思ってた、なんか引くねって思ってました。いいちゃんだよって言われると元気出る。だっていいちゃんだよ、元気出る？褒めることありすぎて一つに絞れない。だってありがとうございます。そんなに言っていただけると私はこの生まれてくるときは思ってもいませんでした。ボンボンバラありがとうございます。幸せですね、褒められるって。人生なんて、米食べたいですね。いぶき褒めるとこしかないだって。本当に？そんな嘘ですよ。私はね、ついこの前もなんかね、嫌な言葉言われましたよ。誰かわかんないんですけどね。自分が褒めたい。え、褒めて褒めて、褒められるとやっぱ人間って伸びると私は思う。そうは思わない？思うよね。バラ白くさん、だるまありがとうございます。もんもん、ハートありがとう。明日楽しみだな。明日は私はハイタッチ会と撮影です。ジジイもハートありがとう。前髪ツインテールの天才だね。だって天才だね。めったにしないよね前髪。前髪ない理由は
なんでか知ってますか？濡れたからですよ。濡れました、水に。でナママが最近胃袋でご飯行けて嬉しいって言ってた。え、そう、この前も行った、昨日か、昨日も行きました。私ピョーンって跳ねてる。え、ねえ、みんな野菜しなしな派、それともシャキシャキ派、どっち派ですか？僕もさっきだって鍋とかは私マジで秒で食べます。秒違う、もう入れて本当に数秒しか待たない。もしかしてナイトプール？でもナイトプール行きたい。ナイトプールってさ、いいよね、焼けないし。私暗い方が好きだし、人少なそうだし泳げそう。私泳げませんけど、本当に泳げないの。みんなは泳げる？え？今日のんびりしてるけど、私さ、ショールーム、あ、今日さ遅くから始めてるよね。うん、泳げない人も多いし泳げる人も多いね。ベトナムでプール入ってたよね。そうです、ベトナムでプール入ってました。サラダ食べてたらという間に終わり。え、やばいやばい、早く食べよう。でも今日はゆっくり食べたい日なの。なぜならお腹いっぱいにならないから。カズオさん、ハートありがとう。早く寝てほしいけど眠くこなそう。え、今日は早く寝る必要ないよ。なぜなら明日遅いから。でもむくみたくない。でも明日の朝マックを食べるのをモチベにこの野菜を食べています。イブコンはそろそろ、え、落ち着いたらしたい。今年までやってないから。時々、何、時々右食べるの、なんで、なんだ。長島優さん、ハートありがとうございます。サラダってさ、よく噛むけどさ、なんでさお腹やっぱたまんないんだろうね。お水だからかな。マックスさん、ハートありがとうございます。
こういちさんだるまありがとう。ああ早く公演したいんですけど。私さ公演いつぶりだろ目撃者次。久しぶりなんじゃない？お姉ちゃんとかさお母さんとかにさ僕はよく食べて配信するもんだからさ、もしもいぶきのこと好きな人ででも人の主食は苦手な人いるよってめっちゃ言われんの。いぶきが食べてばっかだからごめんね。その時は言って自分あんまり主食苦手だなって。やっぱさ人って感性それぞれじゃん。なんかあ武器の食べ方汚ねえ見てらんねえって思う人もいると思うのさ。そんな時は言ってください。見なくなるのは悲しいだけね。もう食べ終わる。私日々日頃自分の食べ方に血迷う時があって、お母さんとかに「えねなんかいぶきさお箸の持ち方なんか変じゃない?」って聞いたり、「なんかそう食べ方なんか汚くない?なんか変じゃない?」って言われると、お母さんとお父様たちにいつも指摘されます。なんかさいぶきってさ前からさ食べるよねお箸をって。普通こうなんやけど、いぶきってこうやってするんだって。私こうじゃなくてこう、ちょっとよく私分かんないんだよな。自分で分かんないんですけど意識はする。うまっ。右利き左利き？右です。でも別に左も使えんわけではない。でも左は練習したい。口の場所が分からないのに、マジで分からないの。両方で箸使えるのね。ものによるんですけど使えはします。まあ左は食べるの遅くはないけど。なんかおいしそう。肌にいいらしいので。だってさなんか両方使えた方が良くない？ご飯行った時にさ、まあ私はそこまでまだ左手が慣れてないのでどうしようもできない。キュイどうしようもできないんですけど、ご飯一緒行った人がさもしも右利きでこう肩がこうやってさぶつかるとかだったらさ変えたくなんない。やっぱあすいませんって何もつけまずいじゃん。ということでキウイいただきます。キウイ、天才なの私。一番好きなフルーツはぶどう、桃、いちごは練乳かけて。下の歯が前歯キーン冷た。
りあちゃんの家の梨おいしい？おいしい。お箸の持ち方危ういよね。わい？わいっていうのマジで直したい。たまにいっちゃうよね。いぶき？どう？どれが正解だろう。もうさ、19、わかんないくなるよね。ホワイト渡す好き。え、渡す？ごちそうさまでした。美味しかったです。近くさんだるまありがとうございます。お腹いっぱい、手言い聞かせます。はい、おにぎり食べたい。今田美桜かと思った。え、いいんですか？そんな私。最近いぶきとおそろの洋服買おうと思ってるって。え、買おう？おそろいにしようよ。私おそろい全然嬉しいし、おそろい好きで。お花ちゃん1000万円ありがとう。流星の絹全部見た、全部見た。面白いな、あれ。何回見たことか。もう3回目くらいですね。サラダとキュウリで足りる。え、足りるわけないよね。普通にお腹空いたよね。でも明日むくみたくないですけど。え、でも、いや、でもでも我慢です。うまくなったし。あいちゃんハートありがとうございます。痛い髪の毛。最近また私はもう何もかも MV 撮影とかも終わってね、もう髪の毛をまた乾かせなくなってポフポフ。俺らはマックを食べるために頑張るんや。え、明日食べるの？私食べるよ。ね、12時50分ぐらいに食べる。明日の髪型予想してその髪型で行くね。だって。お、え、明日の髪型迷ってるんだよね。やっぱ MV の髪型が見たい、それとも私が見たい、いつもの私的なのが見たい。お師匠サンダルもありがとう。パルちゃんハッターありがとう。もっと彼女のみんな様へ。怖かった。あれバズりますかね。もっと、あれね、元推しのみんな様へって書こうか迷ったんだけど、ちょっとそれはなんか迷ったのけど、やっぱ質問系にした方が答えやすいかなとか思って、時間して、なんや、うん、時間して、私明日12時50分。せー、済んだらマックかな。違います、お昼です。お昼マック、集合前に私は買っていくので、その時間に食べ始めるぐらいですかね。お願いします。ネイル見せて。え、どう？可愛くない？月見食べたって食べました。めっちゃ美味しかった。サクサクさんハートありがとうございます。もっと彼女の皆様へ、うちの人がすごい歌詞だよね。かわいいよね。これ沢さんの曲ってかわいいよね。みんなは聞く？私はね、やっ
ぱ TikTok とかで聞くと聞くようになる。かわいい。57分、早いよ、終われない。かわいいなあの曲って思いながら。疲れた時の対処法はあるの？寝ます。もう寝ます。寝るしかありません。うん、オールナイト、あ、そう、オールナイトフジコ見てくださいね。最上級に可愛いのもね、え、可愛い。君に振られて最上級に可愛いの、自分史上一番的な話を。いた。ってことでランキング読もうかな。ランキング読みます。15位ケネス、34位ロンリーボーイ、13位バーラ863、12位ケンさん、11位ウサダーさん、10位おしーしょうさん、9位香港のジャッキーさん、8位サクサクさん、7位モモン、6位福岡市民さん、5位ヨッチーさん、4位ミノルさん、3位フランさん、2位トウイ、1位シュウさんです。ありがとうございました。ってことで、ちょっと私は意外と眠かったりするのでお風呂に入ります。もう速攻お風呂に入ります。絶対に速攻お風呂に入ります。なんかさ、ネイルしてからさ、こういうさ、ネックレスとかブレスレットがつけれなく、外せはするんだけどつけれなくなりました。誰か私のネックレスとブレスレットだけつけに来てくれる方、そんなのいませんね。ってことで、おやすみなさいまし。でもおやすみなさいって言っても、多分お風呂上がったら絶対寝れないと思うので、みんなのツイッター、あ、みんなの X でも見に行きます。おやすみなさい。何時に泊まるの？もう何分？59分。おやすみ、一応おやすみとか、おやすみなし。いら、こら、おやすみ。あ、オールナイトフジコ見ようね。私も東京なので見れるぜ。おやすみ。